ガチ天。こちらのコーナーではより気象のことを知って身近に楽しく感じていただくためのコーナーとなっております。ガチ天、今日はどんな問題を見ていくでしょうか。毎週土曜日はウェザーニュースたちの空ミッションと連動しています。土曜日恒例の空読みクイズ、空ミッションの空読みクイズからの出題です。もうすでに参加したよという方も多くいらっしゃると思います。予報センターと一緒に見ていきましょう。それでは早速ですが、今日のクイズはこちらです。ひまわりの画像が出てきました。この雲が現れやすいのは赤の点線で囲っているところです。青、山の風下。赤、盆地。緑、川沿い。黄色、海岸線と平行にです。はい、お、参加しました。皆さんいかがでしょうか。なんだっけ、迷うな。日本どこにあるかは大丈夫ですか。黄色い線で書かれております。結構雲が広がっているので分かりづらいとは思うんですけれども、この赤の点線で囲まれている雲が現れやすい場所についてです。もう空ボタン参加してくださったでしょうか。さあ、そろそろこちら空ボタンを集計していきたいと思います。皆さん押してくださいね。それでは5秒前です。4、3、2、1、0、終了です。ありがとうございました。では見ていきましょう。お、青が一番多いようです。そしてお次が黄色になっていますね。人数はこちらです。山の風下114名となっています。一番多いですね。このような結果となりましたけれども、さあ、その答えはどれなのか。正解はこちら、青の山の風下でした。たとみなさん、おめでとうございます。山の風下に現れやすいという雲ですが、こちら北海道や東北地方の中央を南北に走るこの山脈の右側の方に雲が現れているのが分かります。山の風下に現れやすい雲ということなんですけれども、こちらについて解説を予報センターにしていただきたいと思います。それでは予報センターと見ていきましょう。予報センターの永井さん、はい、よろしくお願いいたします。この雲が現れやすいのは山の風下になるんですね。はい、ではですね、見ていただいた衛星の画像地図と比較して見てみたいと思います。はい、こちらなんですけれども、はい、ちょうど右側の衛星の画像でこのしましまの雲が現れているところ、左側の地図で見比べてみますと、はい、それぞれ北海道東北を南北に貫く山脈の、まあ、右側東側に現れている様子が見て取れます。はい、ということでこの地図を照らし合わせてみても答えは青の山の風下かなといったところが見える、分かってくるかと思います。うん、でこれ衛星から見るとしましまに見えます。じゃあ地上から皆さんの、側から見るとどう見えるのかということで、はい、この日ですね、これ10月の6日の午前中なんですけれども、はい、ウェザーリポートをいただいていますので見てみたいと思います。お、今年ですね。そうなんです、つい先日ですね。はい、はい、今年の10月6日です。でこちらの
見ていただくと、まあ、山がちょっと雲に隠れて見えておりますが、はい、隠れてしまっておりますけれども、雲が目立つのがこれですね。そうですね。ちょっとなんかあのパンのようにも見えます、はい、そしてこう畝のように何本も並んでいる様子が見て取れると。なんかフランスパンが並んでいるようですね。そうですね、そうなんですよ、フランスパンがね並んでいるように見えます。はい、はい、でこれ山岳波、山の波で現れた、まあ、波状雲。そしてですね、このフランスパンみたいに見えるのはですね、はい、ロール雲とか、うん、まさにロールパンですよね。そうですね、ロール雲とかローター雲とかって言われるんですけれども、はい、まあ、くる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 、筒のような形の雲ができるというわけなんですね、はい、でこれどうやったらできるのというところなんですけれども、はい、皆さんこの図よく見てるかと思います。吊るし雲ですとか、はい、レンズ雲とできる、原因は同じなんですよね。うーん、山の山頂部分で強い風が吹いております、はい、でこの時に上空の空気の層がですね、ちょっと暖かい空気の層が間に挟まっていたりとかして、はい、上下運動が比較的起こりにくい時、外部からなんか力を加えない限り雲ができにくいような安定した空気の層になっている時に現れます、はい、強い風がバーンって吹いてくると山のてっぺんで跳ね返りまして、その波が風下で持続すると、一度跳ね返って落ちた衝撃でまた上に上がってバウンドバウンドするという空気の流れが起きるんですね、はい、でそうするとちょっとこの湿った空気と乾いた空気の境目などで上昇気流が発生するところには雲が発生して、はい、下降気流になるところには、雲が消滅して、上昇気流で発生し下降気流で消滅ということになって波状に、雲が並ぶといった作りになります、はい、で富士山ですとか、はい、比較的こう単独の山の場合はレンズ雲、吊るし雲になりますけれども、今回のように山脈になりますと、はい、単独の吊るし雲、レンズ雲ではなくてこう列のように長い雲が並ぶような形で出来上がるというわけなんですね。なるほど、この山の大きさといいますか、はい、長さといいますか、それによって変わるんですね。そうそう、はい、そうなんですよ。ですので山脈のこの、稜線の、はい、に平行した状態で雲が並ぶことになりますね。はい、でこれ、先ほどの図で、はい、上空の山のてっぺん付近、山の山頂付近の風が強いというのを、お伝えしました。実際にこの日なんですけれども、はい、同じ頃の10月6日の午前中の上空の風の流れ見てみます、はい、まあ、大体の山の高さということで約1500メートル付近、もうちょっと高い山はもちろんありますけれども、はい、1500メートル付近の上空の風見てみましたところ、北西からの風が吹いておりました、はいはい、特に山頂付近で強い風が吹いていたということで、はい、先ほどの衛星画像で見ていただいたちょうど風下で雲が発生したなといった様子が、風の向きからも説明がつくというわけなんですね。西から強い風が吹いていたんですね、はい、西から風が吹きますと東側に雲ができると、うん、まあ、逆の風で強い場合はもちろん逆の方にできるということになりますね。はい、はい、でですね、はい、この雲は動かないのかというところでですね、ちょっと見ていただきたいと思います、はい、とってもね特徴的なんですね。はい、どうなんですかね、気になります。はい、ひまわり8号の当時の動画見ていただきたいと思います。はい、10月6日午前、はい、時いきますよ、はい、明るくなってきました明るくなってきました、はい、日の出を迎えました。ほら、もう波々ができてますね。本当ですね。あれ、動い
ってなあまり動いてないように見えるんですが、そうなんかこうチラチラしてるようには見えるんですけれども、はい、ほとんど、まあ、同じ場所にかかっている発生していることもあって、はい、他の雲の動きとは全く違う動きに見えますよね。ほとんどなんか動いていないようにも見えると、はいはい、いう特徴があります。でこのですね、はい、波状雲なんですけれども、これからの季節、はい、よく発生するようになります。というのもこれから冬を迎えると、はい、冬型の気圧配置になることも多くて季節風吹きますよね、はい、北西からの風が吹く機会が多くなりますので、今回の風のような、南北に走る山脈の東側に波状雲が現れることがよく出てきます、はい、ただですね、ただこれ冬になってくると、はい、今度上空結構乾いてくるので、うん、山の風上側で雲ができて雪降らせて、はい、風下側はカラッカラに乾いて雲ができにくいっていう状況になっていくんですよね。なるほど。だから風下では今まで通り波を打っている可能性っていうのは十分にあるんですけれども、はい、目では見づらくなってくるかと思います。そうか、冬だとなかなか逆に見られなくなるんですね。そうですね。うん、ということで今が一番見やすい時期かなと、お季節かなというところなんです。そうか、この時期ならではなんですね。はい。でもう一個これ気になることなんですけれども、はい、こういった波打つ雲って、はい、飛行機の大敵なんですよね。飛行機にとっては、はい、乱気流にこう見舞われやすいので、風がもう上下上下に動いて雲が発生しているわけですから、はい、飛行機にとってはちょっと運航しづらいエリアになってくると。でまだ、はい、目で見える形になってればいいですけれども、冬になってこの雲が見えづらくなってくると、はい、可視化されない状況になって、でも空気の流れはもう乱気流の状態、あ存在してるってことですね、はい、ということも出てくるので、ちょっと心配な空気の流れでもあるんですよね。飛行機揺れてしまいますよね。揺れますね、はい、という雲が、はい、衛星柄の画像でもくっきり見られるようになってきます。はい、これに似た雲が、はい、もう一個あってですね、面白い雲が、はい、見ていきましょうか。なんならここで収録は終わってもらっても構わないんですけどここまででも3月のことを皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか、ということで、はい、今年の3月ですか。今年の3月なんですけども、はい、これ3月の30日なんですが、関東に注目してください。関東、はい、関東エリア、やっぱり西から東に雲が動いてるんですが、これ出てきました、出てきました。お、これなんか旗みたいにあ、出たって雲が、ね、はい、関東南部ですね。はい、関東南部から伊豆諸島のあたりにかけて、ちょうどね、その関東伊豆諸島のあたりから発生した雲がビャーっと東の方に流れるという雲がありました、はい、これ地形性巻雲って言うんですけれども、地形性巻雲、はい、地形性巻雲、これまとめてね、はい、PC でね変換しようとするとね、よくわからない字が出てくるなかなか使わない言葉、なんか政治的な何かみたいなのが、ね、出てきたり、うわーみたいな感じなんですけれども、はい、これがですね、先ほどの、吊るし雲や何かと同じようにですね、やっぱり上空の風が強い時に現れるんですが、はい、この地形性巻雲はもっともっと高いところにできます。どこら辺？高い空に。へー。で高い空が、はい、ですね、この山のてっぺん付近は比較的雲が外から力を加えないと雲はできにくいっていうような状況にはなってるんですが、はい、上空の方は若干それよりも雲が発生しやすいような時に風が吹いてきて、わって山のてっぺんで巻き上がった雲、風が
上空でこの上昇気流で雲を発生させてそのまま持続するという雲が発生することもあります。面白いですね、はい、この地形性巻雲はなんかあの本当に目立つというか発生した時あんまりしょっちゅうは見られないし、はい、まあ、強い風が吹いてる時に見られるんですけれども見られた時にすごいなんかあの特徴的に見えますんで、はい、あの見つけたらあって、うん、見つけてみてくださいと、はい、リポートでも教えてほしいですね、はい、今回この山岳波についてで北海道東北と見ていたと思うんですけれども、はい、他の地域でも山岳波見ることができるところはあると。はい、やっぱりあの山がこう連なってるようなところ、はい、背骨みたいに入ってるところは風下側に発生することはあります。なるほど。ではお近くの山でもしかすると見ることができるかもしれないですね、はい、うん、ぜひとも注目していただきたいですね。はい、わかりました。永井さんどうもありがとうございました。